続々と故障者が帰還する一方で、ドジャースが抱える難題。ドジャースは13日、日時間14日の敵地、ブルワーズ戦に7-2で快勝して5連勝。ムーキー・ベッツ内野手が12日、同13日の同カードで復帰するなど、続出していた故障者が徐々に戻り、再び勢いを取り戻しつつある。戻る選手がもいれば、枠から弾き出される選手も出てくる。今後のドジャースについて、公式サイトは簡単ではない判断を下さなければいけないと述べている。ドジャースは、ベッツの復帰に合わせ、トレード期限直前に、レイズから加入したアーメド・ロサリオ内野手を DFA とし、メジャー40人枠から外す措置を取った。公式はこれを受けて、ロサリオの DFA は、ドジャースが下さなければならない、最初の難しい決断に過ぎないとするタイトルの記事を掲載。次の1週間、ドジャースは、主軸の多くが復帰することを想定している。最初、そして最大の補強は2ヶ月近く離脱していたベッツが復帰したことだ。しかし、ドジャースはタフな判断を迫られた。結局、トレード期限直前で獲得したロサリオの DFA を決めたのだと伝えた。さらに、ロサリオの DFA は驚きだったが、これはドジャースが下さなければならない最初の難しい決断に過ぎないと指摘。水曜日、同15日には、いる、負傷者リスト入りしていた、先発予定のウォーカー・ビューラーを登録させないとならない。その2日後には、リリーフのライアン・ブレーシアも登録させないといけないだろう。そして、ブレーク・トライネンも、もうすぐ復帰すると報じた。復帰予定者はさらに続く。月曜日、同20日には、マックス・マンシー内野手、トミー・エドマン内野手が戻る予定だ。9月1日、同2日になると、登録可能選手は2人増えて28人になるが、それでもドジャースは簡単ではない判断を下さなければいけないとしている。さらに、デイブ・ロバーツ監督によると、右肩の負傷で6月から、戦線離脱している山由伸投手が13日、同14日にブルペン入り。16日、同17日にライブ BP に登板予定で、復帰へ歩みを進めている。続々戻ってくる、主力選手。ドジャースの今後の決断に注目が集まる。フルカウント編集部。